イ、はい、プレイしていいきたいと思いますセブンうわけでやっていきましょう。前回ね、フェラルホードで大失敗をおしましたということでやっていきましょう。でね、えっ、ー、と、コメントいろいろいただいたんですけど、えっ、ー、とね、この失敗の理由、ちょっと勘違いしている人が結構いるかもっていうことで、えー、説明したいと思っております。でね、えー、前回 <laughs>、何が理由で失敗したかっていうと、一番の理由は、 これあれあなんすよねこのブロックが壁判定じゃないっていう、それが一番の理由なんですよ。っていうのも、えー、っとね、ゾンビが、あその前に、もう一つか、あの、フェラルホードの時ってゾンビの賢さ多分違うんですよね。通常のこのテストしてる日と違って。で、ゾンビが走ってることによって、この飛距離も多分強化されてるんだよね。で、その上で、ここが、 ブロックがない判定になってるんで,すよこの壁なんでゾンビがここジャンプしていけるよねっていうことでこっち側に行ったことによってルートが切れたっていうねそういうことだと俺は思っていますなんで、まあ、それをそれを利用した後でめちゃくちゃ簡易的なトラップで多分フィラルホード受けれると思うんでそれを作ろうかなと思ってます今日はねで、えー、どうするべきかっつったら 直すべきところは何種類かあって直すならこの距離をゾンビがジャンプ判定ないぐらい5マスぐらい離すべきだったっていうのとこのブロックを壁にするべきだっただからこのブロックが壁かどうかをチェックするのを忘れてたんだよね俺がそれが犯人ですなんでえっとつかこっち側なんで飛んでこなかったんだろうなこっちからななんでゾンビが最初こっからスマホ飛んでったじゃないですか っていうのはこっからもここに飛飛び移れるぞっていう前提で飛んでたんでんんたすよねで俺が途中でここにブロック作った理由はここに壁があることによってゾンビはこっから通ってジャンプしていけば俺にたどり着けるよねっていうルートを作りたかったのそしたらこの電気柵にあ電柵に引っかかって電気で、えー、このブレードトラップで処理してくれるよねっていうことで,でその上でこのルートが長すぎっていうのは 後から修正するつもりだったのよ、ね、途中で適当にここつなげばもうルート新しくいくらでもできるじゃないですかそのためにこっちも用意してたんだけどそれ以前にこのこのコンクリート全部が壁として認識されてない時点でもう俺の計画が崩壊してたのねなのでえー、っと次のフェラルホーの方でやるとしたらここの壁を全部 ブロック判定あ壁判定になるやつに置き換えるかここの距離を伸ばすかした上で、えー、最短あの最長距離取れるようにゾンビが取るようなのを目指すっていう形になると思うんだけどもだけどもそれを踏まえると俺はめちゃくちゃ最強のトラップを超シンプルに作れる気がするので、えー、そっちを作っていこうかなと思います。 なんでねこれまでにいろいろ見つけたじゃないですか、ね、このブロック靴このブロック靴っていうのそれを踏まえた上でめちゃくちゃシンプルに、えー、俺が目指していた簡単にアイテムを収集できて、えー、サクッとゾンビを倒せるようなシンプルなおかつカバン回収型の自動販売機昔やったあの自動販売機みたいなやつ <laughs> 覚えてる人いるのかな <laughs> あれを、えー、作りたいと思いますなんでねえー、っとここここに作るかサイズもねめっちゃ小さくて済むんですよやばいよなもう3分クッキングぐらいで作ってみようかあじゃあ分かった3分クッキングで作ってみようそうしようじゃあさちょっと今から相手も俺が 準備してきて、ここに3分ぐらいで、フェラルホード耐えれる、あの、トラップを作ってみようか。多分俺の予想によると耐えれる。あれもな、ゾンビの量多すぎるからきついかな。とりあえず、多分できるはず。 この成長の時間とか別にして3分クッキング方式であの何ブロックとかも,もインベントリに用意しといてさこれを使いますつってポン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 って並べてって多分できると思うんだえー、でもうちょっと保険かけて23種類作るか2種類ぐらいじゃ ダメだだと思うんだよね2種類であのブロックの特性生かせばあそう何を言っているかっつったらこのこのポールこのポールに関しては逆の特性持ってるんですよねこの上のこの塀みたいなやつとこのこの壁この壁に対してあコピーしなくてよかったわ。 猫がさアイドルこの壁に対して、このポールは逆の特性を持ってるんですよ。このポールは、間を通れるにもかかわらず、ここブロックと認識してるんだよね、ゾンビが。壁があると。なんで、ここの壁、全部このポールでできてたら、ゾンビは飛んでこずに、大回りするか、直接足元壊しに来てたはずです。多分ルートが長すぎるんで、ルートが長すぎるんで、 ゾンビは足元壊しに来てたと思うその場合は俺は間をルート作ってゾンビ呼びに行ってルートを確立させようと思ってたのねなんでそれを活かした作戦をやりましょうというわけでちょっとね、えー、準備してまいります一番動画を止めて はいといとうわけでね、えー、軽く準備ししてまいりましたこっち穴掘ってみたんだけどもこっち掘ってねここ壊そうとしたんだけどもうこれそのまま使ってもいいかなって思ってこのままちょっと残してみましたで一応、えー、私が理想に思ってるパターンとそうじゃないパターンいやもうシンプル最強シンプルパターンとえー、ちょっと。 要素の入ったパターンを作ろうかなと思っておりますなんでねまあ最初は最強シンプルパターンを作ってで多分それでフェラルコード受けるんだけど受けれそうと判断したらちょっと別のところテストするかそのまま受け切るかやろうかなと思っておりますなんでねえっ、ー、とじゃあ作っていこうかこれ壊れんかったわ <laughs> もっと早く壊れるかと思ったけど壊れんかったわ あれれれた割れた割れたオッケーというわけで、えー、まず最強シンプルパターンいきます、えー、まずどこに作ろうかなちょっと邪魔じゃないところがいいなこっち側多分ねあのあれを作るんでこっちに作ります最強シンプルパターンちょっと待って壊しとくよしというわけで壊したんで作っていきましょう一応ねちょっと と保険はあんまかけずにもう本当に最小限の設計でいこうかなと思っております。まずこれね、えー、ブルートラップを置きますと。で、えー、ブルートラップ重ねますと。まあこれはマストだよね。で、えー、っと、その隣に壁を作りますと。これで一括チ壁を作りますと。で、壁の高さは3マス以上。 2マスでもいいと思うけど多分3マスの方が安全なんで3マス作りますとでえどうしようかなこれで処理能力足りるかどうか分かんないんだよなまあ最低最小構成だからこれでいっかでえこれで蓋をしますと倒しますとえこれ積むかで蓋をしますとこれでねこうやって で、えー、どうしようかなもうちょっともうちょっと使うかコンクリートこっちに電策をつけようだからえこんな感じかなまあちょうど警察官の攻撃も耐えれそうだしねもう本当に本当にシンプルあちょうどサラコ来るじゃんやば電策うわ間に合うかな 電源持ってくればよかった、貞子いるなら。貞子いるなら電源持ってくればよかった。て待我々、貞子はいるならテストできるじゃん。そんな、最高すぎんあ、届かない、ここ。よいしょ。よし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 。貞子いるならマジで。もういきなりテストできちゃう。 よし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 えーっとそんでもってうわっそれやめ,ろやめ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 ろえー、っとこれを壊しますとおお待ってね空子ちょっとだけ待ってねスペースが欲しいな後ろによ これで完成これフェラルホード対応できます俺の予想はいえー、っとこれに電気を入れては入ってくるやんちょっとダメだちょっと待ってやっぱ一枚じゃダメかお、貞子は貞子呼んだぞえー、こっちルート通らないのやっぱそうやっぱそうやっぱそうえー これつなぐじゃん待って待って待て,待てやべ1マスじゃダメなのか1マスじゃダメなのか2マスぐらい欲しいか壁うわー大変なことになってしまったちょっと早いって貞子来るのちょっと待ってよ 一回片付けるかこれは多すぎる多すぎるけど貞子が来ればテストができることが分かったんでよしとしようちょうどいいテストになった今は壁一枚じゃダメということが分かったねやばい貞子は貞子呼んでるわうーわやばギジフェラルホールじゃんこんなん最高すぎんやばっ <laughs> フェラル報道ってるって <laughs> 最高すぎるえじゃあ貞子一人呼べばどうにかなるなあっ注意持ってない死なねまじまじまじちょっとおお警察官死んなかったのかな 死ぬとこだった俺はえー、っと分かったことはあのポール1枚じゃダメあれ待ってん壁として見てんのかやっぱりあれんちょっと分からんなちょっと待ってちょっと待って ちょっと待ってちょっと待ってあっ最悪だ最悪だテストできんかったいやでも壁通して見てたらあれだもんな絶対絶対大丈夫だもんなあっち側か回ってくるもんねちょ待て なんでこんなん多いのやばくねマジでペラルホールとなってんじゃんここダメなここもう一本ずつ立ててみるかよいしょうわやばそれはまずいあ俺飛べたわ警察官邪魔なかっ押すかよいしょ痛いた ダメだあいつも爆発するわ爆発したちょゾンビがいるのはありがたいんだけどもうちょっとあとだったな俺が作りたい構成まであとあと5分待ってくれればよかったのにでもペラルホーダーあの最小構成じゃダメっていうのはもう一証されたんでいもうこいつまで倒すか 待待て待て,待て,待てこれこれでどうなのっていう話をこれでどうなのっていう話をちょっとこっちにゾンビが登れんようにややこしくなるんで、ね、話がでもこれ壁2枚立ててることになるから壁1枚のとこ行くの当たり前なんだよなちょっと違うなこれじゃあうん ちょっと違うんだよなそうじゃないこれでいいでもなんかこれじゃなんか負けた気がするよな普通に壁一枚の方が安いからこっち来るっていうのは当たり前でここは当たり前なんだよなどちらかというとまあ、ちょっと全部読んでみるか これ,ねこれどっちルートから来てくれるかあれこれ壁判定じゃないこのブロック壁判定だよねあれ来ないんだけどゾンビがあっ このブロック何判定なんだちょっと一旦これ壊すかやっぱこれは壁じゃない判定なんだよなこのブロックに関してはでも今殴ったか俺が近くにいるからかだから5マスぐらい離さないといけなかったの忘れてたわ 5マス3マス3マスぐらい殴り判定入るもんねやっぱこの挙動してるからにこいつらは壁として認識してないんだよここはなんでうーんまあいっかやってみるかここに引っかかったやつダメじゃん 微妙かうーんこれでやったらでも安いちょっと謎だねこれ株として判定してるのか謎っすねだ向きが悪かったなこれ後ろ背にしても正面からしかゾンビ来ない状況でやってみればよかったかもねまあまあまあとりあえずこれもうちょっと改良してフィラルコードこれで受けてみましょうかここに電削つけてね よいしょこれが思ってた理想形態とは違うけど安上がり形態がこれです多分これで70日目のフェラルフォードまでは耐えられるんじゃないかっていう予想余ったわこれこの壁あれだったな見える見える壁にしときゃよかったね失敗したなブレードトラップ回収すればやり直せるかこんな そののためのキーストーンを作ってきたよいしょよいしょ違う。ちがチェスト作るチェストまあ第一テストではいいいいゾンビの量のテストできたからもうちょいもうちょい時間が後だったら本当に良かったな もう5分ぐらいしたら立ちてたのにここ2分うん2本ペラルホールうーんペラルホール多分これでいけると思うんでこっちに電気柵立てるやんねこっちにでこのポール邪魔だなだからそこら辺の設計細かく作れば大丈夫そうっすねこれでおる うん。電作持ってる俺。持ってないじゃん。3分クッキングできないじゃん。電 <laughs> 作持ってこよう。電作上にあったっけこれ修復無理なんだよな思うようにもうコンクリート壊すのがだるいから、これ壊したくないんだよね。最低構造。 最低構造もっと安くできると思ったけど意外とコンクリート必要っていうことが判明してちょっとへこんでおりますこんなにコンクリート必要なんだっていうねこ,のこれ周りちょっとちょちょって囲むだけでいいかなと思ってたんだけどもそんなことなかったっぽいえー添削でえー、っとこうかなこれリピアできないよな多分これ でできないんでこっち2本壊してこっち2本壊していけるようにするか。かもう、こっち行けるじゃん。なんでこっち行けないのあ、行けるじゃんあ。ゾンビ走ってきたわ。それダメ。それダメよ。ああやっぱルートがな、なんかよくわからんな。エンジン取っちゃった。なんで 回ってくんじゃんそうこれが正規ルートになるはずなんだよねゾンビのエンジンとかもあっちに置いた方がいいな安全な場所にで警察官が攻撃してくるから壁挟もうと思ってたんだけどちょっとシンプルに囚らわれすぎたね フェラルホード、これじゃ、さすがに無理。70日までは多分これでいける気がするけども。今の量じゃ、多分ね、処理、処理速度が間に合わなくて、ダメだと思うんで、えー、私はどうしよっかな。こっちにブレートラップ置いてみるか、試しに。どんな感じになるのか。うーん、微妙だな。 頭に当てないとやっぱダメージ出ないからなうーんどうにかカバンだけ落ちるシステム作れねえかなゾンビは上通るんだけどカバンはすり抜けるブロックみたいなのが欲しいよねあいいっかこの距離だったら俺が回収すればいいのかでも殴られるんだよね直接ううん 難しい難しいですねとりあえずこれのちょっと大規模版大規模版作ろうかなと思っておりますで足音斜面にするために包丁掘ったんだけども斜面じゃ無理かな斜面じゃ無理かな多分処理能力的に頭当てないとやっぱきついんで無理ですねこれは無理です だからブレードトラップ2枚並べの処理能力高い版作りましょうでえー、っとここはコンクリートの壁何これ何せ1200かこっちも全部1200かうーんと ちょっと一回入ってみうもう一回なああちゃんと回ってくるじゃん何なんだろうね違いやっぱゾンビって一回パス見つけたらさそのパス記憶して使ってくれる感あるよね <laughs> フェラルホードのゾンビ多分頭いいと思うんだけどなパス長めだと思うんだよね通常の日より なぜこっちは成功したのかっていう話をな逆にああ間ポールちゃんとこれにしてたからかそうだよなだって俺ここゾンビ飛んでこなかったもんねそもそもここ2マスしか空いてないのに飛んでこなかったっていう時点でもこれ壁判定ちゃんと入ってるんよそう俺 余裕を持って3マスにしたはずなのにそれでもゾンビ飛んできてたからえもしかしてさこの90度っていうのが実は意味あったりすんのかなゾンビ正面に走ってきて速度ついてるからそのままジャンプしましたみたいないやそんなことないなそんなことないな確かあの スプリットのブロック切れたところでジャンプしようとしてたけど来てたもんね俺が途中で壁作った後も電気柵の後ぐらいで確かしてたよねえどうだっけこっから登ってきてで俺があっち側にいたからこっち通ってくれたんだ俺これここの前で全部通せてたと思ってたら通せてなかったんだフェラルフォード中焦ってて でここから多分ジャンプしようとしてきてたはずなんだよねゾンビ最短ルートがここだと思ってなんでうーんとどうしよっかショーコストは諦めようこの時期なんでショーコストなんて諦めて面白く一見一見フェラルホード無理だろみたいなのだけどフェラルホード倒せちゃうようなのを作ろっか そううしようなので、えー、ブレードトラップ使う量は4つ4つでいきますどこに作ろうかなここちょっとあの後から使いたいからここに作りますここに、えー、4つこれでいきます4枚使えばさすがにゾンビ溢れてきても大丈夫だと思うんでね で、えっ、ー、と、どうしようかな。これ、コピーしてこないと、形。コピーします。よいしょ。で、ここですね。これ、大事だね。この位置。この位置じゃないと、ブルートラップ当たらんから。で、1、2、3、4、5、6枚。ここまでだね。 で高さはもう絶対安全を取って4にしますゾンビあれだからねあ天井作っちゃえばいいのかな天井作っちゃうのもありだゾンビあのエラルホードになったら上に乗っかってね抜けちゃったりするんだよねだからブレードトラップ3段重ねとかもちょっとありなのかもしんないね実はこれでいきますと で、えー、っとこの隣に、あのー、電気柵を置くところを作りたいんだけどもえー、っと向こうが抜けて見えてほしいんだよねやっぱ三連ピラーになるのかなこいつ、えー、こいつ安心安全の壁扱いだからなこれでいっかこれで行きましょう どっちがいいどっち向きがいい横。うーん、微妙。こっち。横。どっちだリペアしやすいのどっちだ横がリペアしやすいから、こっからリペアできそうだもんなら。横にしましょう。横3でいきましょう。横3でいきます。よいしょ。多分これだったら、 連作ここに立てたとしてここからリペアできそうじゃねダメだわこれ,これダメだ多分これ通らないわブロック通るかあ通るわこれじゃあリペアできるわいいねじゃあこれでいきましょうえー、っと3連にしてでこれでいきましょう あで、角もちゃんと締めとこう。角を締めるの大事だな、これ。角は、角何ブロックがいいかな。下手なブロックで締めたくないんだよ。下手なブロックで締めたら嫌なんで。どうしよう、何にしよう。ここは壁がある判定にしたいんだよね、この角。いや、いいのか。いいのかなくても。 なくてもい,いのかうわっやってるこれ俺内側に置いちゃった今そう言ったっけ今これ逆にあり,ありなし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 うーんどっちでもいいかなありなし的にどっちでもいいかな <laughs> ありなし的にはどっちでもいいコピーローテーションするべきだったんだありなし的にどっちでもいいドミコをくるからね、うん、でこっちは入り口のところはもう,もうブロックで閉じちゃおう、うん、こっちは閉じちゃおうこうして正面見え,て見えるもんねこれでね十分 はわ、閉じない方がいいな、これ。閉じない方がいいけど、どうするそしたら。縦ピラー縦三連にするか、そしたら。縦三連にするわ。出たわ、これ。きっつい。というわけで一時停止。よし、これでいいかな。ほい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 ,ほい。いいね。 で、これつけよう。これも、これでこうして。この内側につけちゃおう。電気、2本でいいよな。あ、待って。あ、いいよね、日本で。うん、日本でいいや。で、えー、横じゃなくていいかな縦でいいかな。なんとなく。で、えー、っと、縦で積みますと。こっちも縦で積みますと。 あちょっと待って、ここ、ここ柔らかいね。ここはちょっとコンクリート埋めときましょう。チェストに入ってる、チェストじゃない。持ってた、当てに。よいしょ。まあ、この、この隣のプレート邪魔するからなんか、嫌なこと起こさんよな。こっからゾンビ来るならそれでいいか、別に。いいでしょう。こいつはもう実績ある壁だから。 えー、違う、こっちだ。じゃ、まだだ。よいしょ。こんだけあればさすがに OK よ。3分クッキングの予定がもう、何分クッキングしたんだろうな、あれな。大事故だったもんな。貞子のおかげで。2マス ?2 マスだね。今度は、 今度は貞子呼んで大事故にして終わりてえな逆にでえー、っとまあこうなったらえー、っと俺ここボけないね三ンマ性大丈夫かな ちょっと不安になってきちゃうなあ,あ手前邪魔だ手前邪魔だ最悪野戦持ち込みでもあっち逃げでもいいしもう,もうオプションもいっぱいよあ2個一気に壊れるのありがてえでえー、っとこっちもか 伝作いや、一本ずつでいいよな、さすがにな。さすがに1一本ずつでいい。ダブルにしようかと思ったけど、今。ダブルにするダブルにする。いや、もう向こう側ダブルにできないから、ダブルにできない。じゃない。これでいいです。本当にこんなんでフェラルホール受けるのかっつうな。 何日目のフェラルホーデオっていう話だけども関係ないでしょうあんな1週間もかけて大失敗終わったんだったらもう1日で作ったの方が強いよえー、っとゾンビが殴ってくるんでちょっと離れて俺は距離を取りたいと距離を取るんでうん どううしようかなこっちちょっと行きますよ。うしとこっか。距離を取るんだけれども、俺は、外が見たい。外が見たいのね。よいしょ。で、絶対的な壁をちょっと1枚用意しとこう。 さっきみたいに走って抜けてくる可能性があるってことが分かったんで絶対的な壁をある程度用意してその中でなおかつ一部分この橋これで抜けて通れるところを作ろうみたいな感じかな。でえなおかつ警察官が壁 うい声で殴っっててくるっていうコメントがあったんで壁越えで飛ばしてくるかそれはちょっと警戒しないといけないなと思っていて P シープかそれは警戒しないといけないなと思っているので待ってこれさ壁一枚じゃ薄いんじゃね今思ったフェラルホードのゾンビってさコメントにもあった通り 一枚の一枚の距離ぐらいだったらさ壊してくるんじゃねこっからあっちに行くぐらいだったら壊して入ろうぜって言っちゃわないあいつら言っちゃう可能性あるな最低三枚二枚かな最低二枚にしとくかだかこれの外側に、ね、あれか この、この柱立てとくか。どうするか。この、この間って俺通れるの。通れるじゃん。通れるじゃん。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。この、の外側に柱かまして、ちょっと、ちょっとアピールしよう。壁ですよ、アピールをしよう。よいしょ。えこれでよくって、もう一枚す立てとくか。乗り越えられたらだるいもん。 乗り越えらられたら誰よしじゃあっちもコピーよいしょここは一番の処理施設だからねここやられたらもう終わりなんでよいしょ OK でここの外どうしよっかな ボールで行くかでもここゾンビ多分引っかかるんだよな引っかかるところにポールは張りたくないけどなうわこれしくったな構造いやいっかここまで来たらすでに殴るぐらいだったら真ん中行くか大丈夫だ大丈夫か本当にいや大丈夫だ信用しよう 自分を信じろ。自分を信じろ。あんだけあんだけ設計してダメだったんだからもう何やっても一緒だ。うわ、出たわ。出たわ。一時で。オッケー。これで、これじゃないです。これです。信しじろ,しろ。俺の理論を証明するんだ。OK。こっちも立てとく。これでいい。 でこっちも全部これで、ね、補強しようこれでゾンビたちは俺が2マスの壁に囲まれてると思ってじゃあじゃあ遠回りするかって諦めてくれることを期待しよう じゃあ、2マスの壁ならしゃあないってなって、遠回りしてくれるはず。フェラルフォードのゾンビ攻撃力上がるんだっけワンチャンフェラルホードは、なんか、プレイヤーも壁作って守るの大前提だから、いや、壁安く見積もられてる可能性あって怖えんだよな。 うわここもかここはいるいりそうですねいらない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 わギリ大丈夫だわよしいやーマジかいいブロック見つけたと思ったのになああれまあある意味ある意味いいブロックか おかげでフェラルホードがなんか面白いことになりそうな気がするんでなんだかんだコンクリートすごい量使ってないまあまあまあこの時期のフェラルホードだしな全然全然多くないだろこんな使っても全然多くないだだ一番あれだね 楽にやりたい人は、安上がりにこなしたい人は、ティア5の建物の中、あれコンクリート製なんで、あれ入ってすぐのエントリーのところに、この部分だけ作れば、もうすんげえフェラルフォード耐えれると思う。あとあとまで。しかもティア5の建物って、ちょっと上に上がってるんで、ゾンビのルートが本当に正面しかないはず。だから、 余計にやりやすそう。これいらないか。使わないわ。で、どうしよっかな。ゾンビが、ここら辺まで離れたいよなゾンビの殴りモーション。多分、近づいちゃったらゾンビの殴りモーション発動するんで、モーション発動しない距離をちょっと、取りつつリペアして、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 なんて、ここら辺なんか、ちょっと近づきにくいように、 置いとい,てもいいいとてももかね俺が間違って近づかないように。でえー、っとここら辺がちょっと警察官の後ろからの攻撃を嫌なのでちょっと真後ろだけは結局これか結局これなのか。 後ろ見たいもん、ね、やっぱ見たい欲の方が強いんだよな、俺、痛い戦う、ダメージとかより。見たい欲の方が強い、結局これだわ。しゃない。これを。うんどうしようかな。うん。ここでいっか。ちょっと広めにスペース取っちゃおう。 えーっとこうして玉よけを作って向こうが見える玉よけを作ってあなんなら俺のすぐそばでよかったんじゃないこことか殴られない距離のねでこっちもか どうしよっかな。どうしよっかな。嫌だな、それは。いや、絶対車線あるもんな、こんな。だもう、もう何本かこれ、伸ばさんといけんか、さすがに。形状コピーじゃないよ。これぐらいこれやったら車線、どんなもんうん、これだったら車線なさそうあるな。あるな。あるな。ダメだ。どこまで行っても車線があるわ。 警察官の車線から逃げられないわこんな高く積む必要ないと思うんだけどな。よいしょ。B。あ落ちちゃった。ちょっと勢いつけて向こうに飛び移ろうとしたのに。こんな高い必要ねえよな。どうせスパイダー飛んでくる飛んで,飛んでくる時は飛んでくるし。ここは絶対もう OK なん これ,これでいっかこれこれこうしようこれでここはもう壁ですよとエラルほどなのに舐めた舐めたスペースたっぷりのほどでいきますそれは実証実験を兼ねてるんでね こっち通れんの通れないじゃん。通れないじゃん。ダメだね。それダメだね。これじゃあ壊そうか。はい。で、これましたと。ト。よいしょ。これで、OK。これさ。 嫌な予感してきたけど、そんなことをしてこないか、さすがに。壁壊して、こっからゾンビ飛び出してくるなんてことがありそうな気がして、ちょっと今、一瞬嫌な予感がしました。建物のそばに立てるべきではなかったかもしれない。まあまあ、ここ、壁なんでね。こんな大回りしてこねえだろ。後ろは3マスぐらいは、壁作っときたいもんな、やっぱりな。 よし。じゃ、ここに壁を作ろう。ゾンビは通ろうと思えば通れるんだけども、きっと通らないだろう前提のね。よし。で、えー、っと、ここどうしよっか。間違ってこれ置いちゃわないように、これこうしとくか。あ、わかった。こうしよう。このブロックをコピーして、 こうしちゃえばこれ通れるんじゃない絶対。あ、通れるよね。じゃあここはこれいいや。<laughs> で、間違って埋めちゃわない壁ができましたと。ただ、こっちゾンビ通れる判定なんで、ここにちょっと詰まるゾンビが出てきたら嫌だね。なので、えー、ここに壁を作っていきますと。で、ここも壁を作っていきますと。 大丈夫よ。内側スペースあるよね。コンクリートをもう存分使いますんでね。あんだけ、あんだけ使ってあんだけ頑張ったのにダメだったんでも、もここら辺はもう3マスの壁ですよ、と。で、えー、っと、この先は別に外側じゃないからいっか。おっと、ミスったけど別にいいや。 これでだいぶいいはずこれ今周囲にマスの壁に囲まれたかな俺多分囲まれたはずでえっとジェネレーターはさすがに完全に守れる場所がいいからこっちの角とかにちょっとコンクリートのどうせね向こう側ゾンビ来ないんで 見える必要ないからここら辺にちょっとあれ作ってしまうかいしょいここにゾンビ入らないようにしようここここをもう塞いじゃおう封鎖封鎖です 高さ高さずらしたらまずいかジャンプできたりするのかゾンビがこの上通ってきたら嫌だもんなよいしょよいしょこれん何んちこれも B でよいしょすっげえ大ごとにやってんじゃなんだかんだ シンプルとか言いつつシンプルはあれだからあれでは減らる方で無理だ壁もうちょっと厚くしたらどうにかなるかもしんないけど思ったよりコンクリート厚くなったしでえーっとこっちはあ,あこっから攻撃される恐れあるのかうんーどうしよっかなー やだな、それは。かといって、俺が出れないのもやだな。あえてゾンビから見える位置にいてもいいか。ここにちょっと車線、切り絵のなんかだけ置いてもいいかもね。よし、あえて、これはこのまま行きましょう。挑戦状だ、俺からゾンビに対する。挑戦状で行きます、このまま。よし。 いいんじゃないうわ落ちちゃった OK かな OK ですね多分こっち何スペースさんのないよなあるじゃんあるな埋,め埋められないじゃんこれダメじゃん ダメで俺取れないよ、こっち。あんまか、あっち取らないか。取れるわ。取れたわ。どうせどっかであれちゃまになるもんな。よし、これで今、2マスに、最低2マスに囲まれてる。で、リペアトール。ブルートラップ。あとは、電作の。こっち、こはそはソゃまだ。 電削をつないで、ジェネレーターを置いたら終わりだね。あと、屋根をどうするか問題。待って、これやばくないあ、この仕組みやばそう。いや、でもゾンビしゃがむからダメだ。ゾンビしゃがむからダメだ。さあ、お主どっから来るよっていう話を。えで、ー、 ゲネレータータたちこっちに作る怖いかこっちにするかジェネレーターとか絶対安全ポイントに置いとこう待って今建物の中入らんかったあいつ2階から来る気ないめっちゃ嫌な予感する2階からカビ壊して入ってきそうな気がするんだけど俺 階段登ってないえそんなバカなそんなバカななな,な俺この建物解体しないといけなくなるよそしたらあっちの窓壊してさ渡ってくるとか。 やりかねんよね <laughs> マジか <laughs> やってきたわ最悪だこれ建物解体構図だ俺ここまで作ったのにまあでもそうだよなそこ壊してここのパイプに登った方がいいもんなどう考えてもその方が安上がりと 頭いいいんだけどどういうことフェラルほどのゾンビはあいつ賢くないってことはこれ壁として認識されてないってことだよあ認識されてるってことだよなだったら俺のあそこの前提崩れるのではん待って <laughs> もしかして。 もしかしてなんか根本的にすごい間違いを俺は犯しているもしかしてだけどさここが成功したのってさあいたいたいた足元ないからじゃねえっそもそ,そも飛びついてきてたっけゾミもしかして。 こっち飛びついてきてた待って飛びついてきてたあれ飛びついてきててあれもしかしてこっちら辺で飛びついてきてたゾンビだから俺こっち側に引いたみたいなことあったっけうわこっちのフェラルホード全然覚えてねえ気軽にやったからこっちリペアしてるもんななんか俺 いや、飛びついてきてない。違う。飛びついてきてたかもしんない。飛びついてきて落ちてまたルート回り直してた気がするゾンビ。あ、そうだっけ。うーん。わかんないね。わかんないね。 とりあえず高く作りすぎたのが失敗かなもしかしてでこれ壁認識どうなってんの壁認識してるくせに走り走り続けないだろ壁認識してたらうーんよう分からんな よくわからんな。ま、あ少なくとも確実なのは、ゾンビここから来た方が安いよって思っちゃってることっすね。それ許されんわ。たぶんこれやったとしても、俺多分、ここの一部壊さない限り、そうするような。こっち来てもらおうか。 どっち行くどっち行く壊し始めたっけこっちはんゾンビのバスが分からんどうあてとこっち壊した方が安いじゃんうーんそうだよねそうだよねそっちも安いよね 1>, 1マス1マス開けてこっち辺でいっかでそうなんよそれが賢いんやこれをこうするか二マスで横にしたいかな一回横にしなくて。 で囲むか。コード。しょ。こでこっちを回しまくって。 ピースとかある？オフィスない。これもしかして。あるコードで固定して。おこれでフェラルホード本当に大丈夫か？なんかすげえ不安になってきたぞ。<laughs> フェラロード大丈夫かきっと大丈夫だ心配ない心配ないきっと心配ない2468ちょうど8個全部つながるちょうど全部8個つながる あ、違う、向こう側電採伸ばす必要ねえわ。えー、っと。これどうする待ってよ。こっち電気柵いるあっても意味ないよね、ここね。ありそう。ありそう意味。あ、むしろ待って、これ行き過ぎこれ行き過ぎか、ここ。いや、そうじゃないな。行き過ぎじゃないな。 これこうか。で、リペアはどっち側がいいかっていう話をな。どっち側俺がフェラルホールーをどう受けると思う。多分絶対安全な方を背中にしたいからこうだよな。こうじゃなくて。ハゲたか。そうだな。こっちだよな。いうことでこっち側リペアがいいかなやっぱり。だ点気柵これでいいね。 こ,れどうしようこのルートがいいかな見てみるか。ああ、まあブレードトラップ入るか。いやちょっとやっぱり斜めにしちゃおっかな。1本は交差させて斜めにしよう。1本交差させて斜めにして。 真ん中ちょっと入りやすくしようゾンビが詰まるところ真ん中になるんでん末端が壊れるだからこれで合ってるような確かなこれでいいかないおいいんじゃないゾンビ走ってきました で、どうせこの壁殴らんから、あれ殴らない壁って、あれもしかして、セシカトラップ帰ってきたので、やっぱり殴らない壁、うん。最初は初期はあれだったけどな。殴っても壊れない壁だったけどな。<laughs> 伝作。いっか、これで。これでいっか、こっちで。3本あった方がいいかなとか思っちゃったけど、まあ、こっち2本あるしな。これでこれでやるしな。 え、ここってさ、ブレートラップ当たんのかな果たして。え、ここアンチだったりしないもしかして。え、ここアンチだったらどうしよう。え、ここアンチだったらどうしよう。嫌だな、それ。アンチだったら嫌だな。 ゾンビシャッターってどうなるんだっけゾンビ押し返せるっけシャッターあっちにさガラガラシャッター付けてさゾンビ一体を一旦押し戻すこっからあっち抜けてで,でもそれでルート切れたら嫌だなそのそのシャッターのせいでゾンビのルート切れたりしたら嫌だなやめとくか これでいっか、なラルほど。これスチール製にするかどうかちょっとコメントいただければと思います。スチール製にするか信じてこのままいくか。でも警察官の遠距離攻撃あるからね。これでえ次回の147日目かのフェラルほど行きたいと思います。もう完成です。多分。多分完成です。 回収できない。届いてないわ。ランドクレーム置いとくか。ランドクレーム置いときゃ壊れないんじゃね。こっちに。これランドクレームでよかったね、左が。いっか。どっちもいっか。 問題はゾンビが上から上がってくるってことなんで、次回はあれですね。エラルォードに備えて、ここ解体することかな、ちょっと。ちょっと解体工事しないといけなくなりましたね、ここ。ここがでも、解体工事入ります。よいしょ。ここの、ここの部分だけ。解体工事あります。 それでフラルほどだね。いや、平野に作りゃよかった。下手にアンチとか行って壁利用しようとするから、こうなるんだよ。というわけで、じゃあ、えー、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。デシカでした。ちょっとね、解体工事どうしよう足回り。 周りどうするかな壊すべきか壊さないべきか迷ってるんだよこの1マス上がっちゃうじゃんここ嫌だなーって当たんないしどうやってんだこれえなんかすごいよねゾンビ来てないいいじゃん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 ,いいじゃんテストじゃあ本日のテストです出られてってってってはいエンジン入れて はい,ゾン,ビっしゃいゾンビいらっしゃいゾンビいらっしゃい2階に上がってる気がするんだよなゾンビおおで多分ここら辺にちょっと色つけたり段差段差のあるブロック置いたりしてちょフェラル報道中の殴られる範囲を 確定させたいよねあとここの壁を壊さないとな見て壁どころか屋上から飛んでくる気だぞあいつらなんて賢いんだゾンビはなんて賢いんだ屋上から強襲してきやがった失敗してるけどあれフェラルホールだったら成功するな まずいな非常にまずいですねこれはフェラルフォードだったら成功するなあれいやちょっと楽しかったかもしれんけどな動画的には <laughs> フェラルフォード <laughs> 全部ここに突っ込んできて <laughs> 大慌てで撤退するっていう楽しい絵にはなってたかもしれないけど俺が求めるのそうじゃないけどなちょっと一旦こっち来てもらって っちょっとお願いしてこれブレードトラップあれだね自転車奥に置いて自転車奥に置いてこっちの中にシャッて入れるようにしてもいいかもあダメだ電作があるわ電作があるわあじゃあこっちにちょっと何台を置いてその上に自転車を置いて 安全にに入れるようにしようしそりゃあありだなだらここら辺からひょいひょいって飛んで入って電柵の上を通ってあっちに帰るみたいな感じかなそれで行こうとりあえずあそこの建物解体いけて解体いけて <laughs> というわけで今回もご視聴ありがとうございました政治家でした